遠慮はしねえぜ。ストレートでちぎるのは不本意だが、これはタイムアタックだからな。あの86が二度とバックミラーに映ることはねえぜ。奴の車が近づいている。気のせいだ。そんなバカなことあるわけねえ。追いつかれた。何が起こってんだ。気が変になりそうだぜ。パワーの劣る車に追い込まれるなんて、走り屋として最大の屈辱だ。くそ。FD がやけにのろく感じられる。セカンダリータービンが止まってんじゃねえのか。みんなに減速しねえ。何考えてやがる。なんだ今のは。